生き別れた妻ともう片方の息子たちを探しに来ただけだ。さあ、死刑の宣告によって私の苦しみに終止符を。かつて白草の商人イジーオンは海で嵐に遭い、妻と双子の兄、双子の召使いの片割れが行方不明になった。時が経った今、家族を捜索していたイジーオンは敵対関係にあるエフェソスへ入国し逮捕された。お互いの国に姿を現せば1000マルクの罰金もしくは死刑、日没までの猶予を与えられた。一方、父イジーオンと白草で暮らし成長した双子の弟アンティフォラスは召使いのドローミを連れて兄探しの旅に出ていた。公爵様、皆様、どうか私どもの話をお聞きください。同じ名を持つ双子の主と双子の召使いが巻き起こした間違いの喜劇。ドローミオ、この金を持ってケンタウルステへ行け。今夜はそこに泊まる。目立つ行動はするなよ。それまでエフェソスの暮らしぶりや商売を見物するとしよう。旦那様、真に受けて本当にどっか行っちゃいますよ。こんな大金持ったらしめしめだもんな。さっさと行け。へいへい。この広い世間では俺はひとしずくの水、もう一滴を探しに来たものの、ポトリと大海原に落ちれば相手を尋ね回ろうにも自分の姿が紛れてしまう。母と兄を見つけ出そうとして俺自身を見失ってしまう。エフェソスに暮らすドローミオがやってきた。どうした、やけに早く戻ってきたな。早く戻った？お迎えに来るのが遅すぎたくらいです。時計が12時を打つと奥様が私の頬を打つ。肉が冷めるから奥様は熱くなる。肉が冷めるのは旦那が帰ってこないから。つべこ言うな。渡した金はどこにあった？ああ、あの6ペースならバグ屋に払いました。ふざけるのもいい加減にしろ。俺たちはここじゃよそ者だ。冗談をお食事の席にしてください。手ぶらで帰ったらまた叱られる。おい、1000マルクの金だぞ。答えろ、言いつけたことはやったのか？私が言いつかったのは、市場から旦那様をご自宅までお連れすること。お食事に奥様と妹さんがお待ちです。食事だと？どこの奥様のことなんだ？旦那の奥様ですよ。旦那がお帰りになるまでお腹を空かしてお待ちかね。そこまで俺をバカにするのか？これでも食らえ。どうなっちゃったんです？どうかご勘弁を。勘弁してくださらないならあくび。エフェソスに暮らすアンティフォラスの妻エイドリアーナと妹のルシアーナは夫の帰りを待っていた。ねえルシアーナ、もう2時よ。夫の召使いはまだ戻ってこないの？お姉様、イライラしないで。取引先にでも呼ばれて食事に行ったのよ。男の人は自由の主人だけど、男の主人は時なのよ。辛抱しなくては。どうして男の自由は私たちの女のより大きいの？男の仕事はいつも家の外にあるからよ。でもね、私があの人に同じことをするとあの人は怒る。女の自由はね、悲しみの鞭を受けるのよ。天の眼差しの下では全てが己の部を守っている。獣や魚、翼のある鳥もメスはオスに仕え、その支配下にある。男は女の主人であり主なのよ。だから女の意思も男の人たちの同意を得るようにしなくては。そんなに卑屈だからいつまでも結婚できないんだわ。結婚生活が煩わしいだけよ。あなたも結婚したら少しは自分の思い通りにしたくなるわよ。でももし夫がよその女を追い始めたらどうする？戻ってくるまで耐えて待つわ。結婚してないからそうやって落ち着いていられるんだわ。まあそのうち私も結婚してから考えてみるわ。あ、ほらドローミオが戻ってきた。お兄様もうすぐよ。ねえ答えて、グズの旦
旦那様はすぐにお帰り。グズの旦那のおつむには角が生えていますよ。肉が冷めるといえば金だ、奥様といえば奥様など知ったことがくたばっちまえ。もう一度言って旦那様を引っ張っておいで。もう一度引っ叩かれるんですか。誰か別のものをやりなさい。このヘラズ口、もうさっさとアーティフォラスを連れてきて。はい。私の話は退屈。年を取って私にはもうあの人を振り向かせる魅力がないの。私にダメなところがあるとしたら、みんなあの人がダメにしたからよ。明るい眼差しを向けてくれればすぐ元通りになる。でもあの人の賛美の目はどこかよそに向けられている。そうでなければ私によそよそしくするわけがない。どんなに評判の良い人でも虚偽と腐敗に侵されれば台無しになる。私があの人の目に疎ましく映るなら泣き泣き死ぬしかない。嫉妬に狂うなんて馬鹿らしいわ。一方、ケンタウルス邸に金があることを確認したアンティフォラスはドローミオの言動に不思議がっていった。いつそんなこと言いました。ケンタウルス邸に金を置いてこいと言われてからお目にかかっちゃいませんよ。金なんぞ受け取ってないだろ。奥様がどうの昼飯がどうのと言いやがって。冗談どころかマジですね。商談潰したわけでもないのに。無駄話に付き合ってやれば一気になって付き上がり、俺が真面目でいる時も我が物顔で茶化すからだ。おてん叩き潰すぞ。ボカスカやられるならおつむにおむつでもかぶらせなきゃ。さもないと脳みそがくすみそになる。でもなんで怒られなきゃならないんです。じゃあ今度は待て、誰だあそこで呼んでいるのは。ねえアーティフォラス、どうしてこうなったの。連れなくされてる私はあなた自身だって。私はあなたとは切っても切れない一心同体、あなたの一番大切な魂だもの。ああ、私から引き裂かないで。失礼ですが奥さん、私はあなたを存じ上げません。エフェソスについて2時間ですが、この町にもあなたのお話も馴染めません。どうもしっくりこない。どうされたのお兄様。お帰りになるようドローミオを使いに出したのよ。私を。戻ってきても言い訳ばかり。殴っただの、家も女房もいないと言ったとか。貴様はこの方々と話をしたのか。グルになって何を企んでいるんだ。私がですか。こちらにはお目にかかったこともない。嘘つけ悪党。この方の言葉通りのことを市場で言ってたじゃないか。こちらとは口を聞いたこともありません。じゃあどうして俺たちの名前を知っているんだ。立派なご身分にふさわしくないわ。召使いと口裏合わせて見えすいた嘘をつき、悲しんでる私をからかうようにけしかけるなんて。ドローミオ、戻って召使いに食事の支度をさせなさい。ああ、どうしよう。俺たちは鬼ママや魔女と話してるんだ。言うことを聞かないときっと。一人で何ブツブツ言ってるの。返事をしなさい、ドローミオ。旦那様、私は頭がおかしくなったみたいです。そうだな、俺もだ。さあ、帰りましょう。これ以上メソメソしてるなんてもうたくさん。お食事よ、あなた。今日は2階でご一緒に。くだらない言い訳もちゃんと聞いてあげますから。ドローミオ、お前は門番をしててね。誰かが旦那様を訪ねてきたら、外でお食事だと言って誰も通しちゃダメよ。ここは地上か天国か、それとも地獄。狂っているのか正気なのか。この人たちには窮地の俺が、俺には見知らぬ他人。よし、こうなったら調子を合わせるしかない。どうなろうと知ったことか。旦那様、私はこの門の番ですか。そうだドローミオ、誰も通すな。その時エフェソスのアンティフォラスとドローミオが館へ帰ってきた。1000マルクの金を預けたとか、女房も家もないとか、市場で私を殴ったことは旦那の手が証明してくれる。俺はお前を殴ったこともなければデタラメを言った覚えもない。なんだこれ、門の蝶が降りている。ドローミオ、開けろと言ってこい。モード、ブリジット、マリア、シスリー、ギリアン、ベース。モード、ブリッコ、スクダン、イステリー、エイリアン、ベース。門から離れろ。さもなきゃ地面に座ってろ。門番してるのは何者だ。
言わるなと。食事のためだ。俺を締め出すのはどこのどいつだ。門番役に締め出されたドロミオ。悪党、俺の名前も横取りしやがって。誰なの、門の前で騒いでいるのは。この町は騒がしいブライタンだらけのようですね。お前か、そこにいるのは。お前かですって、なれなれしい。さっさと行っておしまい。中に入れないとはどうも風向きがおかしい。その頃、シラクサのアンティフォラスはルシアーナに一目惚れしていた。ねえアンティフォラス、仮に財産目当てで姉と結婚なさったとしても、もっと優しくしてあげて。他に好きな人ができたとしても、こっそりと。これ以上に悲しむお姉様を見たくないの。お願い、愛していると信じさせて。女は男という軌道を巡る星、男の意のままに動かされている。だから優しいお兄様、姉を慰め元気づけ、妻と呼んでやって。あなたがなぜ僕の名前をご存知なのか分かりませんが、今泣いているお姉さんは僕の妻ではありません。僕の心はあなたの方に傾いている。ああ、可愛い人、僕はあなたに溺れているんです。気でも狂ったの、そんなことおっしゃるなんて。僕が愛し人生の伴侶とするのはあなただ。あなたにはまだ夫がなく、僕にも妻はいない。結婚してください。お待ちになって、姉の承諾がなくては呼んできます。旦那様、私をご存知で。私はドローミオですか。あなたは私の召使いですか。私は私ですか。お前はお前だ、ドローミオ。私はトンマナロバで、ある女の夫で、その上私だって言うんだから我を忘れますよ。ネルって女なんですがね、私をドローミオと呼び、結婚の約束をしたといい、誰も知らない私の体の特徴とか、肩のあざ、首のほくろ、左腕の大きなイボのことまで知ってるんで、てっきりこいつは魔女だと思い、仰天して逃げてきたんです。お前もか。大急ぎで港まで行ってくれ。今夜にでも逃げ出そう。船の便が見つかったら市場に来てくれ。お前が来るまでそこで待っている。女房気取りの女からずらからなくちゃ。金細工の職人はエフェソスのアンティフォラスから首飾りを依頼されていた。しかし誤ってシラクサのアンティフォラスに首飾りを渡してしまい、エフェソスのアンティフォラスと言い争いになる。ちょうどよかったアンティフォラスさん、こちらが首飾りの請求書です。あいにく今は持ち合わせがありません。首飾りを届け、代金は家内からお支払いするようお申し付けください。ではそうしましょう。首飾りはお持ちですか。私が持ってないとすればあなたでしょうな。代金を受け取らずにお帰りになっていいんですよ。ご冗談を。どうか首飾りを返してください。なんてことだ。山梨邸に首飾りを持ってお目になるよう約束したのに、あなたは姿を見せなかった。文句を言いたいのはこっちの方だ。何をバカな。たった今お渡ししたばかりじゃありませんか。冗談も休み休み言ってくれ。さあ、首飾りはどこです。見せてください。払っていただけるのかいただけないのか、はっきりしてください。ダメならあなたをこのお役人に引き渡すまでです。払うですって。何を払えばいいんです。首飾りの代金です。これは私の名誉もかかってきます。代金の支払いに同意なさるか、私があなたを告訴し逮捕させるか、どちらかです。バカ野郎、できるものならやってみろ。逮捕してください。おとなしく言うことを聞くのも保釈金を払うまでだ。だがいいか、貴様の店中の金を全部集めても足りないくらいだ。エフェソスの法に訴えて、あなたの恥ずべき行為を罰してもらいます。旦那様、エピダムナムの船が見つかりました。すぐに出港です。気でも狂ったか。船だと。探せとおっしゃった船ですよ。このアホ、俺が探せと言ったのは縄だ。縄なら下打ちに使うんでしょ。かなわないな。でも私は船を探しに港へやらされたんですよ。後で聞かせてやる。エイドリアーナに俺が逮捕されて保釈金がいると伝えろ。さあお役人、監獄へ。金が届くまで。その頃、
ルシアーナはアンティファラスに口説かれたことをエイドリアーナに報告していた。お姉様は妻ではないって。だから私はお姉様の弁護をしたの。あの人はなんて。私がお姉様に向けてと頼んだ愛を僕に向けてって。どんな言葉で口説いたの？あれがちゃんとした求愛なら心が動くような言葉。あなた、天才のいいことを言ったのね。辛抱してお願い。できないし、したくもない。何よ、あの男。体中歪んでねじくれたしわくちゃの老いぼれ。顔もまずけりゃ姿もひどい。意地悪で下品で、バカで愚鈍な冷血感。体ができ損ないなら頭も足りない。そんなひどい人にどうしてやきもち焼いたりするの？嫌なものならなくしてもかえってサバサバするでしょうに。大変だ大変だ。財布財布、急いでください。そんなに息を切らしてどうしたの？復旧を知らせなきゃと走ってきたので。旦那様はどこ？ご機嫌はどうなの？危険な状態、地獄よりひどい監獄の中、旦那様が逮捕されたんです。え？逮捕された？誰が告訴したの？誰の告訴かは知りませんが、警官に逮捕されたのは間違いありません。保釈金出してくださいますか？取ってきて、ルシアーナ。私の知らない借金があったのかしら。ねえ、あの人借金で逮捕されて首かせはめられたの？首かせより結構な首飾りで首が回らなくなったんです。え？首飾り？トロミオ、すぐに届けて。お兄様をまっすぐお連れするのよ。はい。ルシアーナ、あれこれ思うと胸が潰れそう。いっそ何も思わなければ、苦しみはないけれど、慰めもない。お借金を預かったドローミオは案の定、シラクサのアンティフォラスに遭遇した。一方、逮捕されたアンティフォラスにはエフェソスのドローミオが合流した。ドローミオ、金は持ってきたか？嫌だな。縄を買うのに使いましたよ。縄一本に500ダカット払ったのか？それだけありゃ500本買ってもお釣りが来ら。何のためにお前を使いにやったと思ってるんだ。ああ、暴れてちゃそうとしか思えない。先生、夫を正気に戻してください。発作であんなに震えている。手を出して脈を見ましょう。ダストも目に物を見せてやる。この男に取り付いたサタンよ、我が聖なる祈りに屈し、汝の住みかなる暗黒の地獄へ直ちに退散せよ。天にまします全ての聖者の皆において命令。黙れ、俺は狂ってなんかいねえ。ああ、かわいそうな人。そうならいいのに。インバイメ、この先生とやらが今日俺の家で浮かれて飲み食いしたんだな。まあ、あなた家で食事をなさったくせに、あのまま家にいてくださればこんな体裁の悪い思いはせずに済んだのに。家で食事をした？ドローミオ、どう思う？実を申せば、門に銃を下ろし旦那様を締め出した。そうだ。そして女房自ら俺に罵声を浴びせた。先生、あんなバカな話にいちいち調子合わせていいんですか？悪いことではない。あの男がご主人の気性を知っているから、いいダクダクと従って狂気に調子を合わせているのだ。お前は金細工職人とグルになって俺を逮捕させたな。やだ、保証金を届けさせました。確かにドローミオに渡したわ。私に？気持ちと善意ならもらったかもしれないが、金を受け取っちゃいません。私が保証人、この手で渡しました。ご主人も召使いも悪魔に取り憑かれている。あの青ざめた死人のような顔でわかります。二人とも縛り上げ、暗い部屋に閉じ込めねばなりません。おい、どうして今日俺を締め出した？なぜ金を出すのを拒むんだ？優しいあなた、締め出したりしませんよ。旦那様、金なんか受け取っちゃいませんよ。でも私たちは締め出されました。この大嘘つき、お前のことはどっちも嘘よ。大嘘つきはお前だ。こんなゴロつきどもとグルになり俺をバカにしてくれたな。目ん玉えぐり出してやる。ああ、先生、この人を縛ってそばに来させないで。この男に取り付いた悪魔は手強いぞ。ああ、かわいそうに、あんなに青ざめてやつれた顔をして。お役人、
お金は私が払います。告訴した方のところへ連れて行ってください。旦那さんは文字通り主従の絆で私も結ばれました。クソ冗談言ってる場合か。おかげで気が狂う。先生、もうどうか夫を無事に家まで送り届けてください。先生はエフェソスのアンティフォラスとドローミオを縄で縛り館へ連れて行った。ちょうどその時、首飾りを首にかけたシラクサのアンティフォラスとドローミオは金細工職人と遭遇した。お姉さま大変、逃げ出したのかしら。また歩き回ってる。アンティフォラスさん、あなたご自身の評判もガタ落ちですよ。首飾りを受け取らないと言い張って現にこうしてかけてらっしゃるじゃありませんか。私が恥をかき迷惑し牢屋に入れられたばかりか逃げ出したのですか。この首飾りは私からお受け取りになったものだ。否定できますか。受け取ったと思います。否定などしません。いいや、なさった。しかも宣言までして、なんと恥知らずな悪党。貴様の方こそ悪党だ。何癖をつけやがって。俺の名誉と潔白は直ちに証明してみせる。貴様に受けて立つ気があればな。待って、この人を傷つけないで。気が狂ってるんです。誰かそばに行って剣を取り上げて、ドローミオも縛って、二人を家まで連れてってください。逃げましょう旦那様。修道院からさ、中へ。さもないとおしまいです。アンティフォラスとドローミオは修道院へ逃げた。そこへ修道院長のエミリアが出てきた。皆さんお静かに。一体何事です。気の狂った哀れな夫を連れ戻しに参りました。中にお通しください。夫を縛って連れ帰り、病気を治療したいのです。道理で正気じゃないとは思ってはいた。ご主人の気が触れてどのくらいになるのですか。この一週間沈んで不機嫌でうつうつとしていました。今日は特に別人のようだったのですが、あんなに激しく怒り狂うことはありませんでした。思い当たる節はありますか。ご主人の心を蝕んだ原因が。誰かに心を向けられたのか、家に寄りつかなくなりました。それなら咎め立てなさればよかったのに。女の慎みが許す限り激しく責めました。ベッドの中でも眠れないほど責め立て、食事の時も食べられないほど責め立て、二人きりになれば決まって蒸し返し、人前でひどいことだと言い募りました。それでご主人は狂われたのですよ。あなたに罵られ、眠ることもできず頭がおかしくなった。あなたの嫉妬がご主人の正気を奪ってしまったのです。兄の振る舞いが乱暴でそやで凶暴でも、姉は穏やかにいさげるだけでした。お姉様に落ち度はなかった。いいえ、院長様のお言葉は私自身の落ち度に目を開かせてくださった。皆さん、中に入って夫を取り押さえてください。ここに入ることは許しません。この聖域に逃れた者の特権です。私の力で正気に戻るかどうか分かるまで引き渡すことはできません。ならば私が夫を看病します。それが妻の務めです。どうか夫を連れ帰らせてください。辛抱なさい。薬草や聖なる祈りによってご主人を正気に戻してみせます。それが私の立てた誓いの一つ、私の慈悲の務めでもあるのです。さあお帰りください。こんなひどい仕打ちがあるかしら。公爵に訴えましょう。さあ行って公爵の足元にひれ伏すのよ。力ずくでも夫を奪い返してくださるまで立ち上がるものですか。時計の針が5時を指す頃です。まもなく公爵がこちらにおいでになり、悲しみの死刑場に向かわれるはずだ。白草の商人の処刑に立ち会うためです。運悪くこの港に入り、この町の法に触れたため、公衆の面前で首をはねることになったのです。あ、来たわ。ここをお通りになるときに公衆の前にひざまずくのよ。公爵は白草の維持院を処刑しようとしていた。今一度公に宣言する。この男の身を思い、
保釈金を支払う者がいれば死刑は差し止めだ。私にもそれだけの情けはある。お裁きを、気高い公爵、修道院長エミリアを訴えます。ここの院長は徳の高い方だ。不正を働くことなどありえない。どうかお聞きください。夫アンティフォラスは激しい狂気に襲われました。狂った召使いともどもに逆上し、抜き身をかざし、二人はこの修道院へ逃げ込みました。院長は夫を連れ出すことを許さないのです。公爵様、お願いです。ご命令をもって夫を引き渡させ、家で治療をさせてください。お前の夫は昔、数々の戦で私に仕えてくれた。あの男のためにできる限りの恩恵を施すと君主の約束をした。誰か行って門を叩き、院長に出頭するよう伝えろ。この決着をつけるまでは断じてここを動かない。ああ、奥様、逃げてください。お命が危ない。旦那様と召使いが逃げました。バカ、旦那様も召使いもこの中よ。デタラメを言うんじゃない。デタラメではありません。旦那様は奥様を嫁とまめき、見つけ次第顔を焼き焦がし肩割りしてやると息巻いています。エフェソスのアンティフォラスとドローミオが来た。あれは息子のアンティフォラスとドローミオじゃないか。公爵、そこの女に処罰を。私を締め出し、私の家でいかがわしい男どもと飲み食いしていたのです。嘆かわしい行為だ。女、事実なのか。いいえ、公爵様。今日私は夫と妹と三人揃って食事をいたしました。この言葉が夫の申し立てるより偽りなら、魂が地獄に落ちても構いません。姉が申し上げたことがそのまま誠でないならば、私昼は日の目を見ず、夜は眠りません。この金細工職人がグルでなければ証人です。私と一緒におり、一旦別れて首飾りを取りに行きましたから、山嵐邸まで届けてくれる約束でした。だがこの男は現れなかった。この大嘘つきは私に首飾りを渡したと抜かすのです。首飾りなど見た覚えはありません。だがそれを理由に命令に従い、保釈金を取りに召使いを家にやりましたが手ぶらでした。そこで私は役人に家まで同行してくれと頼みました。その途中、妻とその妹と悪魔払いの一味に出会ったのです。私に悪魔が取り付いたとわめき、縛り上げ家の穴蔵に放り込みました。私も召使いも縛られたまま置き去りにされたものの、縄を噛み切ってすぐさま御前に駆けつけました。どうかお願いです。このような侮辱の敵を討ち、胸の使いを下ろさせてください。公爵、この方が家で食事をせず締め出されたことは私が証明します。しかし私は首飾りを渡しました。ここに駆け込んできたとき、首にかけていたのは皆が見ています。それにあなたは首飾りを受け取ったとおっしゃった。最初市場では嘘をつき否定なさるので、私も剣を抜いたのです。それからこの修道院に逃げ込まれた。ここから抜け出すとは奇跡としか思えません。修道院の中に入った覚えがないし、あなたは剣で切りかかってなど来なかった。私に嘘を押し付けておいでです。なんとも不思議な訴訟だな。修道院に追い込まれたなら、この男は中にいるはずだ。この男が狂っているなら、これほど冷静な申し立てはできないはずだ。お前は家で夫と食事をしたと言い、金細工職に上否定する。おい、召使いはどう思う。旦那様は山嵐邸で食事をなさいました。いやはや妙な話だ。よし、修道院長をここへ呼べ。皆の感覚が麻痺したのか、完全に狂ったか、どちらかだ。公爵、一言お許しください。私の命を救い、保釈金を払ってくれる者が見つかったようです。白草の商人、心置きなく話すがよい。あなたの名前はアンティフォラス、そして召使いのドローミオでは。
あなたを見てると私たちを思い出します。さっきまであなたのように縛られていましたからね。なぜ他人顔をするんだ。今まで会ったことはありません。うわ、別れて以来悲しみが私を変えてしまったのだ。だが聞き覚えがあるだろう。いいえ。ドロミオ、お前はどうだ。私も同じく。そんなはずはない。本人に覚えがないと言ってるんだから間違いない。ああ、残酷な時はたった一人の息子にさえ避難に疲れた調子外れの声を聞き分けてはくれないのか。この衰えた目にも消えかけたとはいえ光は残っている。遠くなった耳も少しは役に立つ。老いたとはいえこれらの証人たちが間違うはずがない。息子のアンティフォラスと言ってくれ。生まれてこの方、父には会ったことがありません。だが我が子よ、7年前シラクサで別れたことは覚えているだろう。シラクサに行ったこともありません。シラクサの証人、これまで私はアンティフォラスの後ろ盾となってきた。この男はシラクサには行ったこともない。老いて数々の危険にあったせいで気が触れたな。修道院長エミリアは片割れのアンティフラスとドローミオを連れてきた。夫が二人いる。それとも私の目が狂ったのかしら。召使いも二人いるわ。どちらが人間でどちらが幽霊なの。私がドローミオです。こいつを追っ払ってください。私がドローミオです。追っ払わないでください。誰が縛ったにせよ私が縄を解きましょう。自由の身にし夫をこの手に取り戻します。答えてください。老いたイジーヨン、あなたは昔エミリアという名の妻をお持ちでは。その妻は一度に二人の男の子を産みませんでしたか。もしあなたがそのイジーヨンならこのエミリアに答えてください。ああ、この男の身の上話はそれが始まりだった。ウリ二つの二人のアンティフォラス、生き写しの二人のドローミオン、その上海でナンパし別れ別れになったとか。この二人が双子の両親なのだ。偶然の成り行きで皆が巡り合ったのだ。夢でなければお前はエミリア。そうであるなら言ってくれ。お前と共に運を天へのいかだで流された息子はどこだ。エピダムラムで私たちは救い上げられましたけれど、間もなく荒くれたコリントの漁師たちが我が子とドローミオを力ずくで奪い去り、私はエピダムナムのもとに残されました。その後二人がどうなったかは分かりません。今はご覧の通りの身の上です。アンティフォラス、そなたはコリントから来たのだったな。いえ、シラクサから参りました。待て、離れていてくれ。どちらがどちらか分からない。カッカ、私はコリントから参りました。私もお供して。公爵のおじ上がこの町にお連れなさったのです。今日私と食事をしたのはどっちのアンティフォラス。私です。で、あなたは私の夫じゃないのね。そうです。ルシアナ、さっきあなたに言ったことの真実は時を改め証明してみせます。今見聞きしていることが夢でなければ。お兄様、いえ、アンティフォラス、私も心を改めてあなたの言葉に耳を傾けましょう。それは私がお渡しした首飾りですね。そうだと思います。否定はしません。そしてこの首飾りで逮捕させてしまったのが私です。否定はしません。保釈金としてドローミオにお金を持たせたけど届けなかったようね。はい、私は届きませんでした。この金はお前から受け取った。私の召使いのドローミオが持ってきたのです。そうか、私たちは絶えず相手の召使いに会い、私は兄さんと、兄さんは私と間違えられ、それでこんな間違い騒ぎになったのだ。この金は父の身代金にします。その必要はない。お前の父親の命は取らぬ。公爵様、よろしければこの修道院にお立ち寄りください。
そして私どもの運命がたどった話をお聞きください。どなた様も今日一日の間違いに巻き込まれ、それぞれひどい目にお遭いになった、十分償いをさせていただきます。公爵様、イジオン、双子の息子たち、そして仕えてくれた双子のお前たち、改めて誕生と命名のお祝いをしましょう。さあどうぞ。喜んで祝宴の席に加えてもらおう。旦那様、船から荷物を下ろしましょうか。何を船に積み込んだんだ？ケンタウロス邸の主人に預けた荷物ですよ。兄さん、こいつは俺に話してるんだ。ダローミオ、お前の主人はこっちだ。一緒に来い。荷物のことは後回しだ。お前も兄弟を抱きしめてやれ。お前さんには太った女がいるだろう。今日は間違いのおかげでたっぷりごちそうになった。あれは俺の女房じゃなくて姉さんか妹になるんだな。お前さんは兄弟じゃない、俺の鏡だ。こうしてみると俺もなかなかいい男だな。誕生祝いに行ってみるかい。くじでも引いてどっちが年上か決めようか。それまではお前さんが先に行け。じゃあこうしよう。俺たちは双子の兄弟としてこの世に飛び出してきた。だから後先言わず手をつなぎ一緒に入ろう。